少し緊張しているのですが、面接を受ける前に気持ちを落ち着かせなければなりません。会社はイオンなので基準が高いかもしれませんが、面接の結果にかかわらず最善を尽くせば自分に対して悲観的になる必要はありません。深呼吸することは大切なことだそうです。理由は、そうすると面接について論理的に考慮できると言われているからです。面接に合格し、就職できたら各地に出張する必要があると思います。それが少し心配ですが、英会話の教師になることができるなら、私は喜んで契約します。就職するためには、私が会社に貢献できる様々なことを述べる必要があると思います。もし私が面接官に向かって自信を持って話せば、その面接官は子供に対する私の教え方が強みだということに気づくと思います。はい、どうぞ。は失礼しまい、す。どうぞ。よろしくお願いします。どうぞ、座ってください。自己紹介をお願いします。ありがとうございます。はい、マリと申します。本日はよろしくお願いいたします。イギリスから参りました。私は1年間の留学期間中、英会話室を経営する会社で教職に、従事して参りました。3ヶ月前からは文法の先生となり、特に私が教える子どもたちの会話能力の向上に注力してきました。その結果、前者の5ヶ月以内の学生点数成功率が英検の4級ぐらいであるのに対し、時間が経つにつれて3級という成果を上げました。新卒者としてこの経験を生かして、この会社に貢献して本当に利用したいという知識を持っています。はい、株式会社イオンについて何を知っていますか？数年にわたって企業としてイオンの影響を見てきました。いきなりではありませんでしたが、北海道から沖縄に至るまでだんだんと普及していてきました。イオンの成長を考えると、近畿地方が一番成長している地方だそうです。確かに英語が人気になるにつれて、英語の需要が高くなっているものと見られます。しかし、残念ながら英語を話せる人の数が意外に少ないので、需要不足を解消できるように海外から採用し始めたのです。志望動機を教えてください。応募した理由はいろいろあります。日本での教職に関する仕事を見つけるために、大学時代に日本語学を専攻しており、当時から教えることに対する御社の姿勢に魅力を感じておりました。1年の経験を通じて、英会話の仕事の人生を少し経験した後で、私がこのような仕事が自分のスキルによく合うことに気づきました。そうです。あなたの長所、短所を教えてください。人間として皆が悪い点と良い点を持っていると思います。私にとってその短所も私の長所と信じます。その問題を、完全主義です。完成する必要があることに集中する代わりに、北の全部の詳細について考えるしかありませんでした。自分の精神を鍛え始めることにした途端に、私は時間整理の正しい方法が分かりました。以上だと思います。どうもありがとうごはざい、いありまがしとうごた。ざいま結す。論としては、その面接は結構簡単でした。面接官の対応はどれほど感謝しても感謝しきれません。面接の前はとても緊張していましたが、親切な面接官のおかげで安心してできました。最後の質問が少し急に来ましたが、慌てないでちゃんと
答えることができました。最後に、挨拶したとき、面接官の表情が険しいというより嬉しそうだったと思いましたので、いい兆しだと思います。けれども、質問の難しさのせいで、日本人みたいに答える代わりに、あたふた答えてしまいました。そういうことを除いて、総じて成功だと思いました。